に出演させていただいた時のものを見せようと思います。そうそうそう、なんかいろいろそのオープンキャンパスでその専門学校に遊びに行かせていただいて、私は美晴さんと一緒に食の短大に行きました。行ってきました。そう、じゃん、こちらがパンフレットで、ツイッター、インスタグラムフォローしました。あ、リジありがとうね、スイカありがとうございます。ハートのスイカなんてあるんだ、かわいい、ありがとうね。帰宅中、本当なんか久しぶりにこういうなんかなんていうの、オープンキャンパスなんていうの、大学とかのパンフレット見た。そう、こういうのさ、やっぱさ、なんだろうね、受験生ってよく見るじゃないですか、いろんな学校のやつ。私もこれ見てたなって思いながら、そうそうそう見てました。スイカありがとう。私はね、あの機械系の、そう、専門学校に行かせていただいたんですけど、そう、職能短大って言って、なんかもう なんていうのなんて言ったらいいの、なんか私が苦手そうなことをたくさんするところに行ってきました。楽しかったよ。でそこでね、作ったものとか見せようかなと思ってます。じゃーん、まず待って、いっぱいあるんだ。そう、私機械苦手なんですよ。なんか体験をたくさんさせていただいて、なんかね、レーザー加工みたいな、なんかネームプレートみたいなのをね、いただいたんですよ。なんかね、そう、なんか機械がめっちゃあって、もう工場みたいな感じの部屋があったの。まずなんかこういうところがあって、この中に入らせていただいて、でなんかこの機械を使ってなんかネームプレートをね、なんか削るみたいな、なんかそう、機械が削ってくれるみたいな、ちょっと仕組みはよくわからないんだけど、私そう作っていただいたので、それをお見せしようかなと思います。こんばんは、こんばんは、じゃん、こんな感じのを作っていただいたんですけど、透明だとちょっと見づらいと思うので、この青のやつ開けたいと思います。よいしょ、こんな感じの、見て、可愛くない？これを作ってもらいました。これなんかね、削るの機械で、すごくない？めっちゃなんかね、見たんですよ、そのウィーってレーザーでウィーってやるとこ見たんですけど、めっちゃすごかった。そう、名前の作っていただきました。可愛いよね。でネームプレートこれ1個だけど、この透明のやつも作ってもらって、そう、なんかリラックマとか、なんかいろいろ作っていただきました。じゃーん、1名様にプレゼントプレゼントしませんよ。そう、レーザーで削るみたいな、そう、仕組みは分からないんだけどね、私も作っていただいてね、なんかいっぱいいっぱいいただいた。あとなんかスヌーピーとか、これスヌーピー、私の好きな、これスヌーピーでしょ、ほら透明だからちょっと見づらい、見えないか、こんな感じのね、かわいいよねこれとか、あとね、ひよこ、リラクマのひよこ、可愛くない？これ可愛いよね、めっちゃ。これとか、これもね、削ってレーザーのやつなんです。あと
リラックマ、じゃん、こんな感じ。すごいショールームが見えるこんな感じのやつをね、いっぱいたくさんもらいました。ほら、あう、ぴょん、これもらって、あとはね、あのあれやった、 UFO キャッチャーみたいなそう、 UFO キャッチャーみたいなのをねやりました。なんか機械でなんかこう操作してやるんですけど、そうやりました。私 UFO キャッチャー楽しかった。難しかった、操作がちょっと難しかったけど、私 UFO キャッチャーがすごく好きで、そうラジオで流れてたところなんだけど、それをやりました楽しかった。なんかこのぐらいの機械があって、それでなんかこう操作してこう機械があるんですけど、それがウィーンってなって、ウィーンってウィーンってなりましたそうそうそう、ミニ電車に乗ってるのもシュールだった。わかるわかる、あれもなんかもうなんか手作りらしいです、一から。そう、あのミニ列車、電車、ツイッターに載ってたやつ、公式のあれも手作りらしいです。すごくないですか、あれ乗らさせていただきました、みはるさんと一緒に。楽しかったそう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 、楽しかった。擬音しかない、確かに。あとね、一番すごいのがこれなんだけど、待って、これなんかねすごいんだよ。なんか自分でこれはなんかプログラミングっていうのして作ったんですけど、待って、どれだ、あ、これ見て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 これ見て、可愛くない、これウサーヤとベアヤなの、可愛くない、これ私が作ったんだよ、これすごくない、ウサーヤとベアヤ、これあのなんかパソコンで自分で打って作ったの、これすごいでしょ可愛いでしょ、めっちゃすごいよね、これ私が作ったんです、これすごいでしょ、みんな褒めてこれ作ったの私、可愛いでしょ。そう、みはるさんはあの名前をね入れてました、みはるって。そう、パソコンで久しぶりにパソコンで頑張りました、これ。そう、もらえたの、これ作って、あとなんかこれね、すごいなんか操作できて、これほらこうやってこれ遊べるの、これ落ちてくるやつ、これこうやってこうなって、でよいしょって、ほら見て見て見て、この辺で、この辺でいい、よいしょよいしょよいしょこれこれこれ、すごいでしょ、ここか、ちょっと判定してるか分かんない、あ、大丈夫かな、ちょっと遊ぼうこれで、ミスったミスったミスった、やばい、どうしよう、どこ、ここここここ、あ、やばいやばい、助けて、オッケーオッケーオッケー、あーあー、はい、オッケーあ、こっちかここでいい、あ、ここがいいね、ここでしょこっち、回転は分かんない、できたとしてもやり方が分かんない、あ、でもいい感じじゃない、え、ここ、え、なんかやばくない、危なくなってきた、あ、死んだあ20点、20点って書いてんのこれ、20点
だって終わっちゃった。あー終わっちゃったこれ遊べるのすごいでしょこれ私が作った。すごいよねこれ。これ欲しい本当。私手作りのうさえ部屋付き。すごいよねこれ。楽しい。じゃあもらったの。スマホでやるよりかっこいい本当。これでやろうかな。ちょっとじゃーん。そうこれ楽しかった可愛いでしょ。うさやべややのね、あのそのパソコンでやった時のね写真あるから後で載せるね。そうこれをね紹介しようと思ってたらめちゃめちゃ時間が経っちゃったっていういつものパターンだよねペンライトの代わり本当なるかな。でも本当ねすごかった。なんかどれだ、これが私乗ったの。これあこれこれこれミニ列車、こういうやつ、こういうやつ乗ったんですけどすごかった。絶対私作れないよねこれ。すごくない？なんで作れるんだろうね。すごいよね本当に。持ってるとクラスの人気者になれるかな。ね、なんかこういうものをね作ったりとか、まあ、技術系だよね。そんな大学に行ってきました私は。私は絶対にあのなんかできないようなことをできちゃうような大学なので素晴らしいなと思いました本当に。うん、すごいよね。パソコン機械を操るっていうのは私はできないので、もうね楽しかった。だからこそ普段だったら絶対関わりのないようなあれなので体験できて楽しかったです。うん楽しかったマジで。入りたくなった。でも楽しいと思う。そのそういうのが好きな方はね楽しいと思う。あこれだ、私がこれ作った、これ作ったやつ、これ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 だ。なんかこんばんは、こんばんは。なんかね、これがなんかこんな感じでパソコンがあって、このなんか赤点々のやつをなんか自分でこう打ってって、それが表示されるみたいな感じ。ここに1個、ここに1個みたいな感じ。まあ1個じゃなくてもいいんだけど、なんかこんな感じでバーってこうやってウィ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 って表示されるってやつで、私はこっちにウサイヤ書いて、こっちにペアイヤ書いた。そうそう、これで入力して、そのなんだパソコンで入力して、こっちにそのなんて言うんだろう、なんかなんだそのなんて言ったらいいんだろう、なんていうの、文字っていうかさ、なんか暗号みたいなのをなんかこっちに流して、そう転送みたいなして、あこんな感じ、こんな感じでつなげて、そう情報を送ってもらったみたいな感じでした。じゃん、これねこんな感じで
表示されるっていう、そうプログラムかそうそうそう、可愛いでしょ。うまくスクショできますかこれ。できた劇場で売ってほしい。これでも1個しかないかな、1個しかないよこれ、このように。ありがとう。スクショできたかなみんなどうだか、タイミングむずいっしょ。ありがとう。意外と難しいだよね。そう、これを見せたかった私は。あ、ずっと持ってるってこと？でも私が半目だったら意味なくん？スイカありがとう。そう、私が半目だったらダメなんだって、だからダメなんだって。じゃあもう一回チャンスをやります。はい、はいどうだか楽しみですね。それはこちらでなんとかします。お、さすが。スマホじゃむずい。なるほど。ね、こんな感じのものをね、作ってきました。楽しかったです。そういうゲーム。面白いよね、これ。裏こんな感じ、すごくない？ちょっと私にはどうなってるのか全く分かりません。でも先生方がめちゃめちゃ親切に教えてくださったので、私でもできたので、そうそうそう、優しかったです。せっかくありがとう、ありがとう。こんばんは。意外とシンプル、そうね、でもいいよね、すごいよね。せっかくありがとうございます。作るの楽しい、うん楽しかった、なんかうん、私でも楽しかったです機械苦手な私でも。こんばんは。このノリでエレキも作ろうよ。いや絶対無理でしょ絶対無理でしょ。作りたいけど、暑いけど大丈夫、うん、でも暑いけど大丈夫です、うん、こんばんは。暑いよね本当に、今日も暑かった昼間、日傘さしてても暑いっていう。そういえば集中力ありそうだからね、うん、集中力はあると思う。こんばんは。でもない時はない、気合なんていうの、集中力のスイッチが入ればめちゃめちゃ集中するから、逆になんか周りの音が何にも聞こえなくなるぐらい集中力あるけど、集中力ない時はマジでない本当にない。うん、作るのどれくらいかかった？あ、これですか？でもなんかこれはなんか事前に先生方が多少やっといてくださったからすぐできました。その私はプログラミングなんかそのウサエベアヤをやってって感じだったからすぐできました。一人だったらもう一生かかると思う、何十年とか何百年かかる。こんばんは。やる気スイッチが入りにくい、うん、どうだろうね。でもやろうと思えば入るけど、どうなんだろう。うん、明日は今日より暑いらしいよね。やばいよね本当に、気をつけてみんな。
日は家から出ない方がいいよ。出たくないけど出るしかないよね本来なら一生出たくないけどね、家から。家大好きマンだからさ、出たくない。何もなければ出ないんだけど。こんばんは、こんばんは、初めまして、じゃないんだけどな。そこまでそこまでは、うん、溶ける、本当に溶ける、本当に溶ける。今日もいっぱい水飲んだ。前髪素敵、ありがとう。最近めんどくさくてめっちゃ流しておる。長岡は38度、暑いね。やばくないそれ。今遊びに来ました、ありがとうね。毎日お疲れ様です。いや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 、皆さんもお疲れ様ね。ねえ、本当に毎日暑くてやばいよね。なんか日陰がだからこそ、なんか歩いてたりとかするとなんかその日陰があるとさ、本当にね、なんか日陰入るじゃんみんな、ピュって。その時のなんか涼しさが全く違うなって思う。涼しい、めちゃめちゃ。こんばんは。外仕事の方はね大変だよね。そうだよね、わかる。アイス食べないと、わかる。アイス食べたい。でもなんかあっという間に溶けそうだね、外でアイス食べてたら。で、こんばんは、こんばんは。水分補給ね、増やした方がいいと思う。本当にそう思う。私もなんか本当に1時間で 500ml 飲むからね本当に、うん。髪暗めにした、うん、した、つい最近しました。ここ何日前だか忘れたけど、ほんと数日前にした。こんばんは。暗めどうですかね。食べる前にいなくなりそうね。溶けちゃいそうだよね、アイスね。こんばんは。卓球見てて出遅れた。あ、私も途中まで見てました。卓球面白い、見てて潤いました。本当潤いました。でもカットはしてないんだよね。染めてトリートメントしただけ。で今めっちゃボッサ、何もしてなくてボッサ。暗めもよきよきに、ほんと？よく似合ってるありがとう。でも私いつかなんかさ、ブロンドみたいな色にしたくてほんとになんか、わかる？なんか金髪だけど、なんかそういう金髪じゃなくて綺麗な金髪、ブロンド、なんか、なんて言うんだろう、わかるかな、そういうのにしたいんだよね。顔がいいから髪なんでもけ優しい、ありがとう。似合いそう、ほんと？そう、白っぽいやつにしてみたい。なんかほんとに外人さんみたいなのにしてみたい。おしゃれじゃない？いつかしようと思ってるしちゃダメだと思うけど、わかんない。でも今日なんか普通にマネージャーさんとそのギターイベントのこととかいろいろ話してて、その時に、あ、髪暗くしたんですよねって話してて、で私いつか金髪にしたいんですよねってふざけて話してたふざけて話した。そうそうそう面
面白かった。そしたら「あ、いいんじゃない?」って「絶対良くないでしょ」とか思いながら、「そう、いいんじゃない?」って言われました。私多分似合うと思う。そうそうそう、なんて言ってたの、ん、どういうこと、マネージャーさんの反応、なんか「あ、いいんじゃない?」って「いいんじゃない?」って何みたいな軽い。でもなんかそういう、なんだろう、みんなが思ってるような金髪じゃない、私が思ってるのは。そのなんていうの、なんか綺麗なブロンド、ブロンドにしたいの、私は。ブロンドに、そう、わかるかな。そう、許可出ちゃったんだよねいやでも絶対嘘だと思う。なんかノリで言われただけであって、私もノリで言っただけだから別に。そう、いつかしたいですよねみたいな。そうそうそう完全にノリの世界です私。そうそうそう、そういうあるじゃないですか、ノリって。そうなの、面白かった。光る白、真っ白、うん、そうなんだよね。いろんな髪色にしたいね。でもなんかずっと同じじゃつまんないから、そうそうそう、真っ黒にもしたいし、逆に真っ黒にもしたいし、そういうブロンドみたいな色にもしたいし、なんかいろいろしたいいろんな髪の毛して、いろんな格好して、なんかいろんな、なんだろうね、姿を見せたいよねって感じ。緑はやめとき、緑、オリーブ、でも私今オリーブだよ。ウインクして、私なんかオリーブみたいな色が好きでいつも入れてもらってるんですけど、今回はほぼオリーブって感じ。そうそうそう、マジで染めて、マネージャーさんの反応みたいな確かに染めてってさ、えって言われるじゃん、びっくり、みんなにびっくりされちゃって。なんだろう、何色って言ったらいいんだろう、前にノエさんがしてたような色かな、ちょっと明るめな色、あんな感じにしたいって。卒業してからにしてわかりました。でも結構そのファンの方ってそういう派手な髪嫌がるイメージがある。オリーブ色なの、うん、オリーブ。ショート以外は何でもチャレンジしたい感じ。うーん、でもうん、そうだね、ショート、でもショート可愛いとは思うけど、勇気がいるよね。お仕事戻ります、頑張ってね、ありがとう。赤髪はやってみて、赤髪なんかなんだろう、赤髪、なんかおしゃれな赤髪とかは可愛いよね。何色でもどうぞ、レインボーにしようか。黒髪が一番いい。でも私真っ黒にしたことが一回もないんだよね、逆に。うん、派手派手かも派手派手かも。レインボーにしよう、じゃあ。
レインボーはさすがにしないけどな。一回完全なブロンドにしてみてほしい。うんね、いつかはしたいけどね。一回してみたいよね。水の毛呼吸一の方水の毛。おう、マジレスさやなら何でもに。本当か本当か本当か。まあ、私はしばらくこんな感じの髪色だと思います。こんばんは。おしさいから、あーおしさいからこっちオレンジこっち水色みたいな、やばいでそれ、やば目立っちゃう目立っちゃうね。なんか新潟歩いてたら結構目立ちそうだな。前髪なしさえが一番本当。髪の色だけで推しメン決めたわけじゃないからな中身を見てくださってるんですね、ありがとう。こんばんは。こんばんは。インナーカラー見せる。ああインナーカラーね。目立っちゃうね多分どこ行っても目立つよ見つけやすくていいかもしれないけど結構ね勇気いるわそれ。歩く個性、確かに歩く個性歩く個性だね。YouTuber レベル、確かに確かに確かに。やばい、10時半過ぎちゃった。私メールをねまだ送ってなくて、お休みメールだから、ちょっとこの辺で終わりにするね今日は。大丈夫です、私はあの髪色ちゃんとこういう色なので焦らずに皆様びっくりしちゃったよね、ごめんね。よいしょ、ではでは13位から発表していきたいと思います。13位、さやちゃんさんありがとうございます。12位かずやさんありがとうございます。11位やまりかもごうさんありがとうございます。10位ホークさんありがとうございます。9位星のこだあいさんありがとうございます。8位むらちさんありがとうございます。7位よっしーさんありがとうございます。6位けおさんありがとうございます。5位伊賀の藤丸さんありがとうございます。4位先行魔術師さんありがとうございます。3位イーティーさんありがとうございます。2位ソルさんありがとうございます。1位はズミチさんでした、ありがとうございました。今日も見てくださってありがとうございました。新ありがとう、こちらこそ見てくださってありがとう、コメントもギフトもありがとうね。では私はこれからメールを送っていきたいと思うので、みんな待っててね。ではでは、おやすみなさーい。ありがとうございました。おやすみねー。バイバーイ。